しょ、部屋に来ましたよ。めっちゃいいよね、めっちゃいいよね、本当。ここはあの洗面台、おー、いいっすよね。ここね、トイレとね、このシャワールームにね、ちゃんとドアがあるっていう、これがいいんすよ。これがなかったらね、シャワーのこの戸がなかったらカーテンもないとこあるんですよ。そんなのもうびっちゃびちゃになるんですよね、トイレとかね、全部めっちゃいい。あの去年の正月 の、 あのホーチミンの最初 の、 あのホテルね、あのコスプレの電車プレイの部屋ね、風俗の部屋、あっこに比べてしまうけど もう最高にここいいですわ。ちょっとね、今ホテル着いたんですけどね、これはなかなかですよ。ちょっとね、あの見せますからね、僕の部屋。これはね、電車ですよね。あのダイヤモンドホテルって書いてる、あのなんていうのかな、あ、路線図とかもあるんですよ、ね。これは完全にあの、ラブホの、あの、電車の痴漢プレイの部屋ですよね、これはね。なかなかですね、これね、バンベッドもあるし、これ、ここで何人もの人がもうセックスしたんだろうなっていう感じ。お、鏡もあるで、おい。これはすごいですよね。これ僕のあの、タイじゃない、ごめん。ベトナムの初日の部屋、これです。そんなに寒くはないんだよ。おー、カオス。カオスではないか。これ普通か、この辺の。これはなんだ、すごい並んでるぞ。何、パン屋さんか。抹茶ミルクロッティ、バニラミルクロッティ。なんかパンみたいなの焼いてるけど。あー、見る見る。すごいね、あの露店がいっぱいやってるんやけど、すごいな。この人らいつ寝てるんやろ、一日座ってるんやろうな。車の鍵屋っていう謎の商売、誰が車の鍵買うねん。ここでキーホルダーのことかな。信号なんかあるわけないやんけ。あ、果物乗ってる、最高やな果物。これはうまいんだよな。いやでも本当は晩の10時回ってるんですけども、と気温はねいい感じ、あの何度ぐらいかな、多分20度あるかないか、すごい快適、汗も一つもかかないし、暑くもなく寒くもなく最高でありますわ。あー、果物乗ってるな。ちょっと何か買ってみようかな。あー、めっちゃ辛いな。おー、Can I buy this one? Pineapple. Pineapple, yes. And the one more. How much is that? 40,000. Huh? 40,000. Yes. 40,000? 40,000. 40,000. Okay. Is it all 40,000? Ah, これ全部くれるっぽい。でね、買いましたと。40,000. 値段よく分かってないけど買ったな。40,000. 10万が600円ぐらいだったから、200円ぐらいってこと？お、なんか知らんけどめっちゃ、お、えらいことになってんけど。さっきなんかね、あの、兄ちゃんが寄ってきて、あの、スマホのね、画面見せて、あれはもう完全に風俗のお誘いやと思うんやけども。ちょっとセクシーなお姉ちゃんの写真を数枚ピャピャっと見せてくれたけど、行かないですけど、行きたいですよね。いや、行きたいっていうか、行ったらどうなるんかなみたいな感じはあるけど、絶対に行かんとこうと思う。うん。ちょっとまあさっきあの、パイナップル買ったんでね、ポリポリ食べながら歩いてるんやけど、こうわかるでしょ、こんだけ車、バス、バイクが通っててね、排気ガスが山盛りなんだよね。だから空気が綺麗なわけないんだよな。このパイナップルもね、あの、ホコリがいっぱいついてると思うんだけどね。もうそんなこと言ってたらあかんと思うんだわ。でも、それはもう、日本じゃないからな、ここはな。ハノイなんだから、ベトナムなんだからな。まあ、それもよし、よしってなもんだよ。なんかすごい、赤い足がある。ちょっと行ってみるか。これは水辺、ホアンキエムコっていうのは結構有名な湖だと思うんだけど。ちょっとアップしてみようかな。
ゃんいいじゃん。買ってみっか。はい、次ね。じゃない番は。How much is that? Ah, okay. Number one, please. Number one. Number one, yes. How many? Ah, one. これが前買ったやつはな、もう本当あのわけのわからない、わけのわからないともあるか。おばちゃんから買ったやつだからな。Can I take video? Okay. 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 Thank you. Tasty. So excuse me. What is this? Oh, 全然聞いてない。Chili. Chili. Yes. Can I ask you something? Is this? What is this one?チキン？あ、全然通じない。これ。What is this? チキン？ミート。ミート。ミート。あ、yes。とにかくなんかわからんけどめっちゃキレられてる。あ、yes。I don't need chili。そう。なんか何かを聞いてますね。今まで何かをこのおばさんに食べていたという、なんていうかな、まあ、そのままの手でと言ったら言い方悪いのかな。火よりも切ってる、まあ、卵とベーコンは火が通ってるからいいとするけども、この生野菜はもう多分明日切りです、ね、あ、俺なんかな。あら、草をありがとう。あ、神もくれるんだね。ありがとうございます。 Thank you。 わあ、ここね、ホテルの前の道です。狭い。もう今日も楽しみですわ。もうめっちゃいいよな。こんな道やばいのにバスが来て路上駐車もしてて、一方通行でもなくて、向こうの交差点はもうもちろん信号はないし、もうすごいな。朝になって交通量すごい増えてる。これはすごい。さすがベトナム。これはね、やっぱ車道がこうなってくるとね、こんなに交通量が多いとね、歩道を歩きたいなと思うようになるんですよ、誰しもね。ただ歩道じゃ歩こうかなと思ったらね、まあなんかやってるんやな、歩道ですけどね。2000になってる。歩道なんか歩けへん。もうじゃあこっち行くしかないなとなるわけよ。これは何や、一方通行なんか違うんか、どうなんや。基本的にはもう右から左やろうな。こっちの方が交通量がもう8割あるから。これはこの人はなんか売ってんのかな。これはなんだろうな、なんかのちまきみたいなようなものが見えたけど、肉屋さんというのかな。肉売ってる、肉売ってますわ。まあこれやっぱ買う人がおるからね、やってるんやろうね、まあ、交差点はもちろんどこの交差点も信号あるんか。これはまあでもないな、あるように見えるけど、まあないやろこれは。ATM、 ちょっとね散髪しようと思ってるんだよね。散髪と両替したいんやけどな。 EV コムバンク、まあこれまあ銀行かなと思って入ってね、両替したかったんですよ。したら警備員のおっちゃんにね、隣に行けって言われたんですよ。でこれが隣がこれね、まあ宝石屋みたいな感じなんですよ。ここで両替しろって言われたんですよね。で両ああ It's okay I don't need it。 でまあ結局ね、この宝石屋さんで両替できました。エクスチェンジって読めたら中に看板あるんだけどね。 でも銀行で両替できなくて、銀行の人に隣に行けって言われると思ってなかったから、いやなかなか貴重な体験だったですよ。ここもね宝石屋さんなんだよね。でエクスチェンジって書いてるから、このハノイでは
宝石屋さんで両替するっていうのはまあ普通のことのみたいだね。今ね、レストランに来てます。フードツアーっていうのに参加して、大体3時間で6品7品7品ぐらいね食べるっていう、まあそういうのがあるんですよ。でブンチャっていうね食べ物の店に連れてきてもらってます。アナっていうね女の子がね、ガイドをしてくれてます。で、まあ、これ全部英語なんでね、なんとか僕も英語の会話についていきたいなと思ってます。Okay. Herb. Coriander. Pepper. Let's try it. I will teach you how to eat them. Okay. Thank you very much. Thank you for your help. So now we will serve with the herb. This is a weekend corn. This is purple herb. And this is a sweet natural. And then, so now we will take a little bit noodle. A little bit noodle here. And with a little bit meat. Put the meat on the top, okay. Yes, on the bottom. And so now, a little bit like this. And we try it, or we try all of them. Now, okay. Wow! Okay. Thank you. Oh, it's nice. Thank you very much. Thank you. Three, thank you. Two, one. The gate is very narrow. Bit small, but when you go there, there's a large space, right? Right. Egg coffee. Why there's a hot water? To keep the temperature warm. Keep hot. Hanoi, when you take the picture here, people will know where you are. Okay. It's famous here in Hanoi. ドライミート、そう、ドライミートとパパイヤのサラダだそうです。ね、どうですかこの木？おそらくね、この木の下をトラックが通るとトラックの屋根が大破しますね。木が当たるから。こちらがですね、ベトナムの、道ですね。バイクが止まってるでしょ。これね、別に駐車場じゃないけど止まってるんですよね。で、半分道幅を殺してるわけでね。で、ここね、一方通行でもないからね、これ前からね、車来るんですよ。その時人はね、まあ、避けるしかないっていうね。なあ、見てみ、こういうことになるんだよな。もうぎゅうぎゅうやで、この道幅で路上駐車してなんかやってるんだよな。ほんでも、ここに車も来るんだよ。めちゃくちゃやな、ほんま。いけるいける。今いけるぞ。渡ろう。この幅でお前、車通れるわけないんけど。よう止めたな、ここに。さっきの道。行ってる行ってる。
ほら、みー、車来たやん。ね、通られへんねん、もう。動かすんか？動かさない。動かさないと。あの青い車待ってるぞ。あ、もう一台来た。もう一台来ましたよ、これ。これ。もう一台来たよ。あ、これも車3台目来た。これが2台目ですよね。これが3台目。3台詰まってるよ。あ、そろそろ動くんか？あ、動く動く。動くね。やっと行こうっての。おー、せっせっ、乗った乗った。やっとこれで動きますな。今からね、今から、このまあベニヤ板をね、自転車で運ぼうっていうわけですよ。ベニヤ板3枚ぐらいあるかな？うん。自転車で運ぶ。今ちょっとなんかのメール打ってるな。なんか文句あんのか？このサイズ自転車で運んであかん、あかんっていう法律でもないわけで。うん。行きますよ、わしは言うて。お、電話してる。お、クジャクみたいなおばちゃんおる。お、クジャク。いや、まああれやな。信号なんかないんやけど、信号なんかつけたらもう大渋滞になるわな、こんなとこな。これで、事故がないんだから。まあ、ないんかあるんか知らんけど、信号なんかつけたらもう大渋滞で、もう、車、なんていうのかな、もう交通が麻痺してしまうわ。うん。逆にもうそれじゃないと、こんなにも京都じゃないけどさ、網の目、網の目をな、右左にね、もう網の目になってるような交差点がいっぱいあるようなとこで、信号なんかつけてたらもうこのもうストップしてしまうわな。あ、なんかすごい長いの持ってきてる。うわ、すごい長いのもバイク運んでる。こんなんもう日本でこれやったらもう死ぬほど怒られると思うけど。お、いけるんか。いけるで。こんなん当たるで。よそ見してる人おったらバイクとか、さすがベトナム。まあ、よくも悪くも、最高にええ感じやな、これは。どう見ても赤いけどな。で、その人が来るんかなと思ってたらね、この兄ちゃんはもう全然そんなんじゃないね。ただただ普通のスクーターに乗ったの兄ちゃんが来てね、ほんまにグラブの人かみたいな感じ。あ、ちょうどおるわ。ああいう感じになるんですよ。緑の服着てるんですよ、グラブの人は。ああいう人が来ると思ってたんですよね。でも全然違う。全然そんなん来てない。この僕の運転手のドライバーの兄ちゃんは。ほんであれよ。そもそもね、この兄ちゃんはよう見たらヘルメットも被ってない。ヘルメットなんかいらんのかな、いらんことないけど。おー、なんかいいね。あれよ、これ日本人がやっぱな、あれかな、ルールを守ろうしきてるのかな、僕たちはな。うん、もうヘルメットかぶってないとかそんなんじゃないんやな。これもやっぱ俺が日本人やからそう思ってるだけで、そんなことこっちの人は思ってないわけよね。そんなもヘルメットかぶってるかぶってないとかそんなんじゃないんだと。うん、行きたいとこに行くと、それだけやつ行こうだよね。あ、ここも今信号待ちしてるわけやけどね。あと23秒で行けるってなってんねんけども、全然や。これも守るんか守らへんのか。どっちなんだやな。うわ、こっちからすっごい、もうめちゃくちゃ信号無視で行ってるけど。日本行ったらもうどえらいことになると思うんだけども、そんなの関係ねえやで、ほんとに。俺がベトナムやねん。ところでですよ。ね、ここの交差点がもうすごいんだよな。これ、わかる？わかるよね。もう信号がないんだよ。こんなに大きいのによ。すごいよな。まあ、ないことないんかな。一応あるんか。一応あるけど、まあ、ないわな、これはな。これはまあ、日本ではもう見られへんよね、この光景はね。考えられへんな。もうちょっとアップした方がいいんかな。考えられへんな、この感じ。それで事故もないっていうね、スムーズにいってるんだもんね。なんであんなバイクだ、車の中に自転車がおるんよ。もうわからんわ。ほんで自転車が行けるのか行かれへんのかみたいな。あ、いた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 。行ったなぁ。ここすごいな。いや、とにかくすげえな。もうなんだか、もうすごいな。すごいしかないわ。右から左から、前から後ろからもうどんどんバイクが来るし、車も来るし。
ここの交差点がすごく大きくて、これ今映ってるのが半分ぐらいですわ。ちょっと動きますけど、こっち側に向こう側にもの交差点があるんよ。で、あこに今まあバイクがどんどん止まってるでしょう。今信号があるってことで、それで、あ人が来た、人が歩いてきたぞ。人が歩いてる。この交差点は人が歩いてる。このカオスの交差点、人が歩いてくるで。俺もこれ渡れるかな。ここね、向こう側に。あこんなん、ああもう自転車が思いっきり突っ込んできてけど、こんなんもう日本やったらあいつ死ぬで、もうそろそろ死ぬで。いやもうマジで死んでしまう5秒前で、これはドーンでうわー言うて事故や言うて救急車呼ぶパターン。ああでも行くんや、行くんやというか行けるんや。バイクの、もうバイクの川の中に埋もれて、もうあいつの姿が見えへんわけ。すごいな。車線もあるんか、何か分からへん。さっきもたまたま信号待ちで、まあ、信号待ちなんで、赤なんて行けないから、どん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 、赤の停止線を先頭にして、ね、バイク、車、溜まっていくでしょ、どん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 後ろに溜まっていって、溜まっていって、溜まっていって、そのまま、こんな感じね、溜まっていってね、これで進むというか、なんていうかな、このまま溜まってくるかと思ったらね、対向車線がたまたまいなかったから、どん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 対向車線にみんな行ったんよね。だからもう車線すらもう関係ないっていうか、そんなに、対向車線の方に行ったらね、もし向こうから車が来たらどうするんかなとか思うけども、そんなの関係ねえやねんな、ほんまな。どん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 対向車線に溜まっていくのよね。ほんでそれでまあ実際車が来てんやけども、車の方ももう怒りもせえへんのな。まあ慣れてるんやろね。ああ、これこれ、こんな感じ、こんな感じ。もうどんどん行くのよ、車線。これもう反対車線やねんけどな。ほんでね、ちょっと入るとぐらいじゃないね、もう行ってるでしょ、もう行ってるやろ、反対側の車線にすでに行っているのよ。ちょっと行ったぐらいじゃないよね、ちょっとはみ出したじゃなくて、ね、すでにもう行くと。行ってることに対して誰も何も言わないっていうね。わー、交差点入ったぞ。なんかすごい、もう前から来る、右どうなってるか分からない。後ろから車も来てるけど、もうね、ほんでな、バイクもバイクでね、ミラーとかないんよな。当たってんちゃうかな、大丈夫なんかな。このバイクはまだ左側に片方だけにミラーがあるから、ああまあ片方にミラーあるんかなって思うんやけど、もう両方のミラーなんかないバイクなんか当たり前なの。バックミラーなくて走って怖くないんかなと思うんやけどな。めちゃくちゃバイク、何ミラーないんだよな。でめちゃくちゃ排気ガス臭いやな。みんなマスクしてるのはね、あれね、排気ガスが辛いからマスクしてるんだよね。コロナとかじゃなくて、ほんとそういうことね。なんかすごい煙ってるけども、この煙ってんのはまあ、ただのホコリかな。いや、なんか違うな。なんか燃えとんな、これは。燃えてるというか、燃やしてるのか。何かゴミを燃やしてるわけじゃないけど、何かが燃えとるな、これは。おー、行くね。もう歩道とかないんや。なんでここに対向車線の車が、バイクが、歩道から黒いね。どっから来たんや、あいつは。この、ほんで家具屋さんがまあいっぱいあるんだけど、店員が全員スマホ見てるんやけど、接客で客が来ると思ってるんかな。ほんで、この道路、この状態で、店開けてるけど、誰が家具買うんや、と思うけど、これは普通なんかな。このバイクのこの感じで、なんやろな、客来るか。はい、あ、でもな、でっかい木が今目